ッシングプレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて本日のゲストは先週に続きまして13代目アングラーズアイドルの陣野あずささんをお迎えします。先週は釣りとの出会いのきっかけやなぜ釣りにハマったのか、また釣り YouTube あずあずチャンネル開設の背景、そしてアングラーズアイドルへどうして応募しようと思ったのかなどなどいろいろと伺いました。今回は釣りの魅力を PR するアングラーズアイドルとしてこの1年どんな活動をされてきたのか詳しく伺っていきます。お楽しみに。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。先週に続きまして13代目アングラーズアイドルの陣野あずささんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます。先週ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。10代のほぼ10年間をダンス一色だったのが、はい、コロナをきっかけに子供の頃から馴染んでた釣りを再開して一気に釣りにハマってしまったというところから、YouTube を開設してアングラーズアイドルへと、その流れがすごく、はい、素晴らしいなということで、伺ったんですけども、今回はですね、まあ、せっかくなので、はい、アングラーズアイドルになられてからとこの1年間にちょっとフォーカスしたいなと思ってます。はい。でですね、はい、まずちょっと、まあ、改めての振り返りなんですけど、まあ、アングラーズアイドルに応募するのは結構ギリギリだったってことなんですけど、まあ、見事、はい、グランプリということで決定したわけですけど、決定した時の瞬間ってどんな感じでした？どう思ったのかなというところなんですけど、二次審査がウェブ投票だったんですよ。ウェブ投票、はいはいはい。で上位5人が最終まで残れるっていう形だったんですね。で私ずっと5位のギリギリであ、その5位とか10位まで分かるんですね。10位まで発表されてて、そうなんですね。正直諦めてたんですね。ああなるほど、はい。上位の人たちの方が強いんだとか、当日逆転ができるのかとか、すごいいろいろ考えちゃってたんですけど、なのでグランプリ呼ばれた時はもうまさか自分がっていう感じで、こうテンパっちゃってましたね。もう頭真っ白でした。真っ白。じゃあ決定した瞬間とかって思い出せます？でも決定した瞬間私はガッツポーズしてました。あ、それ覚えてるわけね。覚えてます。なるほど。真っ白になりながら半ば諦めてたけど、まあ、びっくりしたと同時に嬉しかったってこと感じですかね。そうですね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。ちょっと先週の振り返りになっちゃうんですけど、まあ、3つの抱負を語ったっていう話ですよね。釣りのコミュニケーションを広げるって話と、はい、まだ釣りをやってない人に釣りの楽しさを伝えたいっていうのと、あとは釣り場の清掃活動というこの大事なマナーのこの3つをこうお話をしたということなんですけど、まあ、先週もね、これがまだ多分途上だとは思いますけど、まあ、自分なりにその活動してきてるっていう、こう達成感ありますっていうことなんですけど、それでですね、この、まあ、1年の中でまだまだそのコロナ禍の状況が続く中でも、やっぱり 2年前よりはだいぶ改善してきてると思うので、いろんなそのメディアとかイベントの仕事もあったと思うんですけど、はい、この1年の中で、まあ、いくつかそのなんだろう、ご自身としてこうあれは面白かったとか、あれはすごくいい仕事だったとかみたいな、いくつかその代表的なものをね、ちょっとご紹介いただけるといいかなと思ったんですけど、この辺はどうですか？はい、活動してて思い出残ってるのは、釣り具屋さんと一緒に、はい、もう戦争をみんなでしようっていうイベントがあって、はい、なんかこういうのとかも多分アングラーズアイドルになってなかったらできなかったこと、あ、はいはいはい、なので、そういうことが
こう一緒に手伝ってくれる人がいて、うん、それをみんなと一緒にできるっていうのもすごく嬉しかったし、はい、なんか釣りで行くと今年の2月にワカサギ釣りに行ったんですね、はい、アングラーザイドル決まってすぐこう氷の上 に自分穴を開けて、うん、釣りをしたんですけど、でもそれがすごい釣れるんですよ、うん、釣れて釣れるんですけど、うん、めっちゃ寒くてこんなに大変な釣りもあるんだなっていうあのその場所はどこだったんですか？福島の桧原湖、はい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 、に行かせていただいて、うんうん、持ってもかじかんじゃって、うん、でもやっぱワカサギをそのシーズンを楽しみにしてる人たちめちゃくちゃいるじゃないですか、はいはい、いますいます。なんて過酷な釣りなんだろうって思いますでもなんかあのなんだろう、風があるかないかによって違うと思うんだけど、はい、慣れてる方ってやっぱりこう完璧な防寒をして、はいはい、ちょっとどっか油断してませんでしたか、ジンヌさん。大丈夫、めちゃくちゃ油断してました。多分防寒が足りてないんじゃないですかね、うん、私のテントは寒くて、あ、それはちょっと準備不足でいい勉強になりましたね。でもね、めちゃくちゃ勉強になりましたね。次はもうバッチリ防寒であったかい、あれなんですか、ワカサギ釣りってあのやっぱりこう氷に穴を開けて釣ってる時にそこにその上にテント張るんですか？あ、テント張ります。ああ、そっか、寒いもんね、きっとね。そうですよね、めちゃくちゃ寒いんですよね。普通はそのテントの中があったかいと。はい、私のテントの中は寒かったよくあのなんだろう、僕羨ましいなと思うのは、もう本当静岡もそうですけど、関東よりこう南ってもうほとんど今結氷する湖がなくてですね、まあ、長野県は別かな、大体あのもうあのドーム船かあと自分でボート漕いでやるんで結構それはそれで寒いんですけど、あの、はい、やっぱり一般の方が思い描くワカサギ釣りのイメージってあの氷に穴開けてってやつなので、あの、はい、僕もまだ一回も体験したことないんですよ、穴開けが、はい、うん、あれなんか穴開けてもらうんですよね、きっと。あ、自分で開けるんですよね。マジでそうなんですか？はあ、はい、はいはい、めちゃくちゃ楽しかったですね。それは道具を貸してもらってやるんですか？あ、そうです、なんかドリル、あー、なんかでっかいドリルのやつをくるくる回すやつだ。そうです、はい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 。でそのもうまあ寒かったけどその釣ったやつはまたその釣り場の近くで食べるんですか？その場で天ぷらにして食べました。それ最高じゃないですか。そうですね、うん、なんかこの楽しみ方もあるんだなっていう発見でしたね、うんうん、なるほど。まあその他あれですよね、あのさっきあの戻りますけど、もともとあれですか、そのさっき釣り場の綺麗にとかっていうのも豊富で掲げてたっていうお話でしたけど、今まで、はい、あれですか、そういうのって一人で釣り行った時にあのゴミ拾って帰ろうとかそういう感じでした？あ、そんな感じでしたね。なんかお父さんとちっちゃい頃に行った釣り場が禁止になってるところがすごく多くて、あ、なるほどなるほど、はい、それがショックだったので、うんうん、行った時はこう持ち帰れる範囲にはなってしまうけど、はいはい、持ち帰るようにしてました。そうですね、それ大事ですよね、うんうん、それがあのなんか釣り具屋さんのキャンペーンかなんかでこうみんなでそれをやったってことですよね。さっき話戻っちゃいますけど。あ、そうです、うんうん、まあでもなんかその釣りの楽しさを伝えていきたいって、ね、やったことない人に伝えたいっていうのも大事だけど、今みたいな釣り場をきれいにとかっていうのは割とあのどうしても話題として地味なので、あの、うん、アングラーズアイドルのあのジンヌさんとかがなんとなくこうシンボルになってやっていただけると結構インパクトあるかなと思ったんで、すごくいいなと思いました、それは。 ありがとうございます、うん、ぜひ今後もその辺こう続けていただけたらなっていうふうに思いますけども、はい、もともとなんだろう、 YouTube のアズアズチャンネルを始めたことがそのアングラーズアイドル応募 のきっかけだったっていうのもありますけど、やっぱりあの YouTube のアズアズチャンネルも続けながら今年1年アングラーズアイドルもやられてますよね。この辺ってやっぱりこれがこう両方があることっていうのはそれなりになんていうか相乗効果っていうか、
なんかすごくいいんじゃないかと思ったんだけど、うん、その辺どうですかね。そうですね、うん、アングルだなってからやっぱり知ってくださった方も多いので、うんうん、そういった意味ではなんかこんな風に釣りするんだとか、うんうん、その撮影の時とはまた別なプライベートな釣りを YouTube には載せてるので、うん、はいはいはい、なんかそこもどっちも楽しめるっていう意見がすごく多いので。ああ、なるほどね、はいはい、うん、そこは嬉しいですね、うん、まあ、多分あのアングルアイズになったことによってジーヌさん存在知ってそのチャンネルに入ってきた方もいるでしょうし、はい、今までの班はその新しい活動が広がってるなっていうのを見るのが面白いっていう、こう両面ありますよね。そうですね、うん、あとですね、すっかりコロナ禍で釣りにはまってこういう人生が変わっちゃったジンノさんなんですけど、あのさっきそのワカサギの釣りがすごいこう印象残ってるっていうことなんですけど、あの、はい、今年1年で、まあ、仕事に限らずなんですけど、まあ、これだけ幅広くやってきたジンノさんですけど、その、まあ、プロフィールの豊富でこうもっとバス釣りを極めたいとか、はい、あとイカのルアー釣りのエキングとかをシーバスに挑戦したい、シーバスに挑戦したいとかって書かれてますけど、はい、この1年間で何かこう釣り人として、さっきのワカサギ以外に何か新しい釣りとの出会いっていうのはあったのかなってところを聞きたかったんですけど、はい、どんな感じでしょうか。そうですね、この1年間でも今一番ハマってるのはバス釣りですね。あ、なんかもともと海しか知らなかったので、はいはい、しっかりバス釣りを始めたのがアングラーズアイドルになってからなんですよ。あ、そうなんですね、はいはいはい、もっとやったことはあったんですけど、うんうん、こう自分で道具を揃えてのが今年からだったので、うん、今めちゃくちゃ頑張ってますね。へえ、どうですか、そのもういろんな釣りされてきてると思うんですけど、はい、この番組もなんだろう、アングラーの釣り人の方結構出てるんですけど、バス釣りにハマってからそのプロになったりとか、あの、はい、いろいろ広がってるんだけど原点バス釣りって方結構多いんですけど、はい、その陣野さんがその今年結構あの真剣にやってるっていうのはどの辺にこうバス釣りの魅力があると感じてるからなのかなと思うっていうところなんですけど、はい、どうですか。すごく難しいなって思ってる、ただ私が一番バスにハマった理由が、うん、いろんなルアーとかワームがたくさんあるじゃないですか。ありますね、はい、その中でどの釣り方でどのワームで、うん、で一個一個決めるじゃないですか、うんうん、自分で考えて、うん、この場所だからこれを使おうと思って選んで釣れた時がめちゃくちゃ嬉しいですね、うんうん、はい、あのこの状況だったらこのルアーだなって選んだのでハマ、それがまあ要するに当たりルアーというか、それで釣れた時はすごく感動があるってことですよね。そうですね、うん、考えるものだな、うん、ね、うん、バスってあここにハマりましたね、うん、なかなかあのなんだろう、僕はあのもともとバスもやってたんですけど今トラウトのルアーが多いんですけど、あの、はい、バスって確かにおっしゃる通りルアーのバリエーションがあれだけある魚の釣りってないと思うので、あの見ただけで迷っちゃいますけど、はい、だからそこがまあでもね、はい、きっと面白いんでしょうね、うんうん、まあ今年はまあかなりその、まあ、バス釣りなのかエギングかシーバス釣りってありましたけど、まあ、一番力を入れてるのがバスフィッシングと、はい、そうですね、ですね、はい、あれですか、もう今年も、残りわずかですけど、はい、来年以降はどんな釣り計画でしょうかね。来年以降はですね、うん、バス釣りはもちろん続けるんですけど、うん、あのキハダマグロをどうしても釣りたくてあのさっきビあの最初ビンチョウマグロって話ありましたけど、あのビンチョウマグロは、ええ、すぐに釣れるかなみたいな、あ6回釣れなかったけど釣れないんですけど、うん、ビンチョウマグロはいずれ釣れるとして、はい、キハダマグロの50キロとか、うん、10キロ50キロ50キロとかを釣り上げたいので、また壮大な、はい、なのでもう今のうちから筋トレを始めてますえらいですね
やっぱりあれですか、シーズンはもう 来年やっぱ暖かくなってからなんですか、4月以降。そうですね、うん、なのでこう寒い時期はビンチョウマグロ、もう12月から4月ぐらいまでが、あ、冬場はビンチョウマグロは狙えるんですね。狙えます。あ、じゃあで暖かくて買ったので、うんうんうん、はいはい、じゃあなんとかこの寒い冬の時期にビンチョウマグロをゲットしていただいて、はい、来年が暖かくなったら、夢のキハダマグロ、まあ、50キロと目指して、はい、頑張っていただきたいと思いますけど。頑張ります。まあそんな釣り絡みの話をずっと伺ってきましたけど、はい、ちょっと番組も後半ということで、まあ、あの毎回アングラーズアイドルの方に聞いてるんですけど、おそらくなんですけど、はい、こうたったまだ1年ですけど、結構やっぱジーヌさんにとってはこう人生の大きな変化だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、こう素直にこの1年振り返って どんな感想をお持ちかなっていうところを聞きたかったんですよ。そうですね、うん、なんかこんなにも人生で変わるんだなって、うん、1年でね、うん、なんかちっちゃい頃から家族、ボード遊びに行ってた釣り、うん、で本当に趣味程度の知識しかなくて、うん、釣りを楽しんでただけだった自分が、はいはいはい、年間で釣りに詳しくなって、うん、あんな釣りをして、うん、自分のこの成長、こんなにも、ね、もう自分の成長褒めてあげたいですね、うん、そうなんですよ。はなるほどね。いやでもそれ自分でそう実感できてるね、実感できてるとこは素晴らしいですよね、うん、いやそういう1年が俺の人生に今まであったかなって今振り返りたくなりましたけど、羨ましい限りだと思うんですけど、まあそんな1年を振り返って感想をお伺いしましたけど、何か、はい、まあ、釣りに関しては、キハダマグロの50キロという話を伺いましたけど、はい、ちょっと最後にこう来年の抱負など、釣りも含めてメッセージがあればお願いできればなと思うんですけども。はい、来年も引き続き、もう釣りの楽しさ魅力、うん、広めていきたいのと、はい、もっと子供や女性の方、あ、はいはいはい、もっと身軽に釣りを楽しんでもらえるような発信をしていきたいですね、はいはい、あ、いいですね。やっぱりね、こうやってアングラーズアイドルの方も活躍されてますけど、もっともっとね、まだまだやっぱり女性の方少ないんで、そうなんね、お子様と女性が親しめる釣りをこう発信していただけるのはすごくいいと思います。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。ということでですね、2週にわたりいろいろお話伺ってきましたけど、今週もお時間ということになりました。本日は13代目アングラーズアイドルの陣野あずささんに来ていただきました。2週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士工業オリジナルエコバッグをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとエコバッグ希望と書いて送ってください。そしてその際には番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りしました。